スペシャル第1弾、みんなが大好きな動物の曲をお届けします。誰でも自分のことをよく覚えていてもらい、褒めてくれる人の話はきちんと聞いてくれます。子どもたちもピアノを学ぶ上で倦怠期が訪れる時期がありますが、それは楽しく歌いながら弾くことで乗り越える能力も身につきます。子どもたちも手が乾燥する絆創膏を貼ってかぶれる子どももいます。花粉症にも皆さん気をつけてください。わかりやすく楽しく音楽の基礎からアレンジまで楽しく学べます。動物の曲をお届けいたします。いけません。先生も毎日毎日いろんな曲にチャレンジしております。誰でも 100% 完璧ではないのです。励まして勇気づけて、いないいないばあ、だるまさんが転んだ、最初はグー、あじゃんけんぽん、生まれたって3歳、あ、6歳、8歳、シニアの方。皆さんは先生にいろんなことを教えてくれます。きちんと先生も聞いたことはメモしております。誰でも疲れる時もあります。勇気づけて励ましてあげましょう。先生もいろんな曲を、できなかったことができるようになるからピアノも楽しいのです。お子様支持率ナンバーワン、ムンクの叫びにへのへのもひじ、丸書いてじゃん、丸書いてじゃん、おひげをつけたらドラえもん、ドラえもんなどと遊びながら、子どもたちの興味や好奇心を大切にしてあげることは大切です。それではまた。
が寝転んだ。布団が吹っ飛んだ。うまい棒。本は本でも良いお手本。餅は餅でも焼き餅。餅つき。皆さんもご当地クイズに楽しいダジャレを考えてみてね。